思議っすよね、あの三種の理事長をやってて、チーム選びで必要なポイント、練習会があるなら練習会には必ず参加した方がいいと、大体のチームが A チーム、B チームって両方見た方がいい、特に B チームの試合見た方がいい。それなんで B チームの子をどうやって扱ってるか、B チームの子を大事にしてるチームだったらおそらく大丈夫。そうじゃないチーム多いからね。でそれは俺は何とも言えないけど、いやそうじゃん、人数いっぱい、ね、30人とか40人いてもいいんですけど、だったら ABC とか出てるとか、うん、でもやっぱり出れない子は全く出ないで終わっちゃう。やっぱ試合出ないと成長しないから。いや本当にそうだもん、ね、で6年生から中学校に上がる前までにセレクションの時期とかに体が思うように大きくならなかったこととか、あとはその時期にすごく早く成長した子によってそのセレクションの結果がやっぱ左右されちゃう部分ってありますよね。そうですね、うん、セレクションで落ちたからダメな選手、受かったからいい選手じゃないので、うん、落ちたから自分はダメなんだって思わないでほしい、うん、なるほど、うん、まあ実力は変わんないからね。変わんない、そこからどうするか、うん、うち落ちて違うチーム行って J 株のユースに行った子もいるし、例えばもしその子うちにもし入ってたら、もしかしたらそんなに成長しなかったかもしれない、違うチーム行って主力でやれたから伸びたのかもしれない、うん、だから分からない、うん、いつどこで伸びるか分からないので、 SH 入ったからって安心されても困るし、入ってゴール、あよかった受かった、でその後やっぱり競争についていけなくなっちゃったりっていうことは結構ありました、ね、うん、まあ、こういうことを準備しておいた方がいいよとか、こういうことを意識してまあ生活しておいた方がいいよっていうことは何か自分でできることはもう全部自分でやること、YouTube に上げてるそれ、とにかく全部自分でやる、なんなら飯作るのももしできんだったら自分でやる、もう全てできることは全部自分でやるって、もうとにかく自分でやること、主体性っていうのを多分みんな聞いたことあると思うんですけど、まあ自主自立からもうちょい進んで主体性、主体性がある選手が伸びる選手、あの主体性の動画上げるのでそれを確認してください自分の目的に対してしっかりそのプラン立てをしていくとか、時間がやっぱついてくるんで、まあ、無駄にしないように生きるとか、どんな環境にいてもそういう主体性を持っている選手は絶対何かこう悩んだことがあって壁にぶつかったりしても何かこう解決策を自分で探せる、人任せの選手はもう壁にぶつかってそれで、ね、もう努力することをやめちゃう選手とかいるかもしれないけど、何でもこう手助けしてあげちゃいがちじゃない、やっぱ過干渉は絶対ダメ、その辺主体性を育てたいと保護者の方も多分思ってると思うので、無関心はダメですけど過干渉はもっとダメなので。でも俺は誰のためにやってるかって言ったらみんなのためにやってるからね俺は。そうですね、主体性がやっぱり大事だっていうことです。俺どうだった、いるときこのスタッフとして俺の評価をしてほしいな俺一応俺も森にも聞いた俺どうっつったら、いやなんか一緒にやりたいって、そんな答えじゃないんだよね。なんかこう視聴者にさ俺がよく映るようなそのなんかない、最初は大丈夫かなって思ってたけどぶっちゃけた指導できるのかなと思って喋れるのかなと思ってたけど、意外と頼もしく、もうやめるって決め、まあ、いろいろ悩んでたんだろうけど、最後の1年は本当にすごかったと思うよ。あ、俺、うん、もっと早くそれ気づいてたら辞めないでもよかったのかなっていうのはあるし、まあ、自ら考えてそれが失敗したとしても別に自分でチャレンジしてトライして失敗したのはそれは全部失敗じゃなくて次の成功のための糧だから、お前の話だったのにまた指導なの、だってもう根っから指導者なんですよね。だから指導者バカなんですよバカ指導バカなんだよ、ヒロノブは指導バカなんだよねまあこれは分からないけど、いつかは僕は戻ってきたいと思ってて、 SCH にもう大好きなチームだから、ただあの時の力じゃこの会社の力にはならないって自分でやっぱり判断したから、やっぱり一回外に出てって
揉まれてこないと力はやっぱつかないなって思って、守られてたんだなっていうのはありますよ。自分がやっぱり成長していくためにね、ここの会社の会社とかチームのために、クラブのために何かできるようになるためにはまだ俺の力じゃ全然足りないなって思ったから、まあ出てこうっていうふうに思ったんだけど、まあそれがこれが主体性ですでもね、多分タイミングが悪くてたまたまあやって大勢いなくなっちゃったけど、でも別にそのクラブが嫌いでとか会社がどうのとかっていうのは俺は全然なくて、ここすごくさ、あの SCH に関わってる保護者の方なんかはすごくね、いろいろ、ね、心配はされてると思いますけど、そう聞かれるんだけど、まあ、新しいスタッフが入ってきて一生懸命やれば、あの時の俺らがいた時よりもいいものを作ったりっていうのは絶対できると思ってて、ただ俺らは絶対負けねえけどな、そんなに俺一人でやっても絶対負けねえからなっていう気持ちではやってますけどね、まあうん、そうだからこんな YouTuber みたいなことやってんだけどできないでしょ俺みたいな、でもこれ俺にしかできないことなんだ最後になんだけど、あのね、これはめっちゃ言いたい、中野さんって誤解されやすいと思うんだよ、あのね、よく言われるの、中野さんってあんまり喋らないよねとか、こっちも質問してるのみたいな感じでいるんですって、中野さんってどういう人なのってよく言われるから説明したけど、全然いじって大丈夫だ、お前だけだ、全然いじって大丈夫だ、こんなキャラじゃないんだよ、もう偉そうにしてるけど全然だから、偉そうにしない、全然もう偉そうにしてる、そのああいうの後でしてるとか言ってるけど全然だからもう多分ね、俺とかまさきとかよく知ってるんだけど、あのどんどんいじってください、あのいじり倒した方があの味が出るコーチなんで、どんどんいじってください、あだ名はピロロンですから、よろしくお願いします。じゃあ頑張ってください、はい、ありがとうございました、はい、じゃあ最後にちょっと決め台詞、上中部のこの J、左手のこの J 作って J で、これ右手じゃないの、左手、そうで J なんの、これ逆じゃない、これミラーだな、あ、そう、そう、それでは SH のジュニアス入りたい人、中野さんまで連絡してください、よろしくお願いします、それではさよなら、 J バンバン、いつもご視聴ありがとう、動画が面白かったらチャンネル登録よろしくね、バン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 。